おいっすー、ケロヘンです。本日の動画は何かというと、こちら、ドン！超大人気、ランキングシリーズより、ケロヘンが独断と偏見で勝手に決めた覚醒前ダッシュスキルでどれが強いのかランキング、イェイイェイ、パフパフ、イェイイェイってことで、今回は前職を育成、闘技場フレンド体制にハマっちゃっている僕が、独断と偏見でダッシュスキルを強い順にランキング形式にしちゃいました。で、まあ、独断と偏見つってもしっかり評価しました。しっかりスタンスも本当にすんごい、もう本当に30分くらいスタンスけど、ダッシュスキル評価する上で気にした評価基準はこの3つ、1移動距離、2特殊効果の有無、3使いやすさってことで、この3つがあってこそ優秀なダッシュスキルと言えると思います。で、果たして1位はどの職業、どのスキルに輝くのか楽しみですね。それでは早速いってみましょう。第5位はバルキリーからランクイン、立て継ぎです。おめでとう、イエーイ。はい、このスキルはもう皆さんご存知かもしれないですけど、バルキリーのズルコンボに使用するやつですね。まあ、僕がただズルって言ってるだけなんですけども、スキルがクールタイム、スキルクールタイムが、約8秒で、スタックが3、まあ、前方防御付きってことで発生も早くて、使いやすい良さげなスキルなんですけども、一つちょっと難点を挙げるとしたら、ダッシュスキルっていうことの観点を考えた時に、まあ、このランキングですね、このランキング考えた時にダッシュ距離が短いっていうのはまあどうなのかなって思ったんで、一応5位に留めておきました。第4位はまたまたバルキリーからランクイン、きらびやかな都市です。おめでとう、イエイ。はい、このスキルは軽い栄翔をした後に前方防御しながら長距離を突進するっていうスキルです。スキルクールタイムが進化をした状態で、まあ、約 11.5 秒って感じで、スキルスタックが1っていう感じになってます。ダッシュ距離、まあ、特殊効果前方防御ですね、いいんですけども、まあ、軽い栄翔があるっていうことなんで、今回は4位にとどまっています。まあ無栄翔栄翔がなければ1位あったかもしれないスキルでしたけど、まあまあそれは強すぎなんでないですね。第3位はウォーリアからランクイン、突進斬撃です。おめでとう、イエーイイエーイイエーイってことでこのスキル無栄翔で前方防御しながら長距離を突進できるっていうスキルです。でしかも、スキルクールタイム進化をした状態で約 7.5 秒ぐらいになるってことで、めっちゃ強い、めっちゃ強いんですよこれ。ただ一つ注意してほしいポイントがありまして、敵に突進を当てると蹴りが出てしまうってことですけど、まあ当てます、バンバン、これですね、これなんですけども、この蹴り転倒効果がついていて、あれ強いんじゃないのって思うかもしれないですけど、違うんですよ。スーパーアーマーとか無敵前方防御とかそういった効果がこの蹴りをしてる際についてないんで、先ほど紹介したきらびやかな突進とか、あとあれですね、盾追撃からの審判の剣とかバルキになるじゃないですか、アイドに向かって突撃すると 100% こけてしまうっていう罠があるんですよね、はい、なんで前方防御スーパーアーマー無敵効果状態の敵に向かって突進をして、で蹴りが出てしまいました。蹴り中に敵の転倒効果を食らうとこけちゃうよと、まあ、一時硬直とかそうですね、そういうの食らっちゃうよって感じなんで罠、まあ、注意しないといけない。ただこれさえ踏まえて使用すれば間違いなく優秀なダッシュスキルと言えます。第2位はジャイアントからランクイン、掘削溶岩です。おめでとうございます、イエーイ。はい、このスキル僕めっちゃ好きなんですよね、めっちゃ面白いですよ、ちょっと使いますけども、うらうらうらおれ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 、こんな感じでもうめっちゃ好きで、本当に好きで、で好きなあまりちょっと思わずさっきモリモリの編集してしまったんですけど、実際はこんな感じでしたね。はい、
で、スキルクールタイムが、まあ、あの約25秒とちょっと長めなんですけども、あの使用中スーパーアーマー でさらにあの今の感じで自由自在に動けるっていうのもポイント高いんですよね。でそしてさらに脱出にスキルを使用することができる、まあ、どういうことって思うかもしれないですけど、まあ、例えばですけどオラオラオラっつってこういう感じでダッシュを途中で中断して投げとか、まあ、スキルを使うことができるんですよ。ダッシュしてから投げとかダッシュしながら肩パンみたいなできちゃうんですよね。これがもうすげえ強いですね。まあクールタイムの長さだけ除けば本当に使いやすいスキルだと思います。そしてついに1位ですね。1位の発表、栄えある1位はどのスキルが取るのか。第1位はこちら、第1位はリトルサマーからランクイン、真珠マイクロステップです。おめでとう、イエーイイエーイ。っていうかスキル触れる前にちょっとまず触れていいですか。ちょっと名前ダサすぎでしょマジでこれ、いやあのこれてか僕がいつもスキルの名前つけるときって翻訳か、あとパッと見でちょっとあの見た目でね名前つけてしまうんですけど、これ今回ちょっと翻訳かけてみたんですよね、分かんなかったんで。したらこれこの名前のダサさはあの僕のせいじゃないのであの、まあ、僕ちゃんと翻訳かけたんで、ね、翻訳でこういう名前出てきたんで、あの苦情の方は Google 翻訳さんにお願いしますまあでこの真珠マイクロステップなんですけど、性能がもう圧倒的なんですよ。圧倒的で、で進化でクールタイムが約 5.5 秒で、敵に一時硬直も与えちゃうよってスキルで、まあ、こんな感じで与えちゃうよってスキル でそしてまさかのまさかのまさかのスーパーアーマースキル、おかしいでしょこれ本当に。2位のジャイアントの掘削溶岩よりも長い射程距離を素早く、そしてスーパーアーマーで駆け抜けちゃうっていうこのスキル、まあ、正直っすね、正直このランキングはもうこのスキルを紹介するために作りましたで、まあリトルサマーな機動力あるってことなんですよ、めっちゃある。で、まあ、機動力あるキャラってまあ面白いんでね、僕も使いましたけど、まあ、面白いんで、あの台湾版とか日本サーバー実装された時にはぜひ使ってみてください。ってことで今回のランキングは以上で終わりたいと思います。毎日夜22時から YouTube ライブの方でもやっているので、ぜひ遊びに来てください。そしてこの動画がいいなって思った方は高評価チャンネル登録忘れずにお願いします。それではまた、お疲れ様でした。